もしもし、花子さんですか？はい、花子さんですけど。今日は休みだから暇？うん、暇だよ。何でしょうか？買い物へ行きたいですか？うん、行きたい。あなたの家へ今すぐに行きます。いいよ、またね。またね。どなたですか？花子です。はい、どうぞ上がってください。お邪魔します。つまらないものですか？そうな、それは何ですか？これはゲームです。大したものじゃありませんが。そうですか、じゃあ恐れ入ります。座ってください。ねえ、まだ10時じゃないので何をしようか？もう宿題をしましたか？宿題が大嫌いだ。覚えていないんですか？うん、全然。じゃあゲームをやりますか？いいよ。もう10時です。そろそろ行きましょう。うん、行こうよ。いいですね。はい、でもちょっと暖かくすぎると思います。今日は開始100度だそうです。え、本当？うん、午後は暑くなりますからアイスクリームを買いに行きますか？うん、アイスクリームを買いに行こうよ。どんな味を食べたいですか？クッキーとクリームです。美味しいね。でもアイスクリーム屋はどうやって行ったらいいですか？まず、まっすぐ行って、おもちゃ屋を通り過ぎて、左に曲がって、靴屋を右に曲がって、アイスクリーム屋は右側にあります。ねえ、Q さん、今寒くなりますから、アイスクリームを食べないんだ。そう、いいよ。どこか行きましょうか？次は買い物ですね。どこで買いたいですか？バンズノブへ行きたいですか？うん、いいよ。行きましょう。いらっしゃいませ。あの、ミステリーメーカーが欲しいんですか？あ、こちらへどうぞ。はい。これを探してるんですね。メーカーの名前は忘れてしまったけど、主人公はメガネをかけています。少年は子供になってしまった。あ、これですね。あ、はい、ありがとう。あ、一つはいくらですか？一つは1000円です。はい、ちょっと待って。はい、2000円です。けどお釣りは1000円です。はい、ありがとう。また今度。アニメを見ることが大好きだ。
朝はドラマを見ることと音楽を聴くことが好き。リムはどう？リムが大好きだ。私も大好きだ。おお、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あの人が見える？どこですか？あそこ。メガネをかけている人は変だよ。マジ？なんで？ずっとね、誰かが私たちをついているよ。本当？うん、一日中だ。そう、誰と思いますか？さあ、あの人をしているかわからないよ。あの人は悪いと思いますか？知らないよ。行くぞ。